こんにちは、フィーフィィです、えー、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお父様で北朝鮮による拉致被害者家族連合会の前代表の横田茂さんが6月5日老衰のためお亡くなりになりました87歳でした当時13歳中学1年生だった長女のめぐみさんが下校途中に突然行方不明になったのは1977年11月15日 これが北朝鮮による拉致だったことが分かったのは1997年2月でそれに関する報道とまた国会質問で明らかになりましたその翌月家族会が発足ししげるさんはめぐみさんも北朝鮮から救出することを決意この家族会の代表になって妻の早紀江さんとともに拉致被害者を救出するための運動のシンボル的な存在として活動していました 拉致被害者帰還の活動は希望と失望の繰り返しでした。二千二年九月、小泉首相が。北朝鮮を訪れて、金正日総書記と日朝首脳会談をした際。めぐみさんに関する何らかの情報が得られると、期待した茂さんの元に届いた知らせは。あまりにも非常なものでした。北朝鮮は拉致被害者のうち、五人が生存。 横田恵美さんを含む8人が北朝鮮国内ですでに亡くなっていると伝えましたまた2004年には北朝鮮から横田恵美さんのものとして遺骨が提出されましたが日本政府はこの遺骨を DNA 鑑定し別人のものであると判定しました北朝鮮が言うには横田恵美さんは北朝鮮に拉致された韓国人と結婚したそうで 娘さんは北朝鮮にいるとそして2014年3月には横田さん夫妻はこのめぐみさんの娘で孫にあたるキム・ウギョンさんとまたひ孫にあたるウギョンさんの娘とモンゴルのウランバートルで初めて面会しますその後もめぐみさんの生まれた時から拉致されるまでを撮影した写真の展示会を国内外で開催したりまた夫婦で 全国各地を回り1,400回以上に及ぶ講演会を行うなど拉致被害者の帰還を訴えて精力的な活動をしてきましたそして2007年11月に体調不良を理由に家族会代表を退任それからは歩行や会話が不自由となり2018年春頃から入院していましたここで私が読んだコラムの中に心を動かされたエピソードがあったので 横田恵さんののの北朝鮮の生活の様子とともに紹介しておきます中断していた日本と北朝鮮の交渉が3ヶ月ぶりに再開した2004年11月これは拉致被害者の蓮池薫さん夫妻と曽我ひとみさんら5人が25年ぶりに日本に帰国した2年後なんですが。 この時日本は北朝鮮が横田めぐみさんなどが死亡していたという説明に誤りや矛盾があるということを追及する予定でこの交渉の席に着いたんですね。しかしこの時日本側にも予定になかったことなのですがこの交渉の席に横田めぐみさんの元夫が出てきたんです。 この男性は韓国人で彼もまた10代の時友人と海水浴をしている時に北朝鮮の工作員によって工作船に乗せられた拉致被害者だったんですこの時までこの横田恵みさんの元夫の詳細は明らかにされてこなかったわけでこの時の彼の登場は予想外だったわけですそして彼によってこれまでの横田恵みさんの生活が明らかになりました 横田恵さん夫妻は結婚後他の拉致被害者と同じ「太陽の里」という集落で生活していました彼は蓮池さんと同じ翻訳所という職場で働いていて彼は恵さんと離婚後に北朝鮮人の専門学校生と再婚しますこの専門学校生は金正日総書記と近い中にある平壌市人民委員会副委員長の娘でつまりこの元夫も 日朝政府官の交渉にめぐみさんの元夫が現れたことは日本側にとって思いもよらぬことでしたがここでもう一つ驚くべききことが起きていますそれはこの元夫が日本側にめぐみさんの遺骨を手渡したことこれは後にさっきも言いましたけれども DNA 鑑定によって別人のものであると判定されたものなんですが。 またこの時日本側に横田めぐみさんの大人になってからの姿を写した3枚の写真も手渡されましたこれまで子どもの頃の写真しかニュースに出されていなかったわけですが大人になった姿の写真は連日大きく報じられその写真の真意が問われていました例えば影がおかしいとか背景が変など、まあ、修正されたものではないのかといったような意見が飛び交いました しかしそんな中で横田茂さんのこんな言葉が報じられたのです。日本政府から写真を渡された茂さんの第一声はあ、めぐみだ、でした。この写真には父である茂さんにしかわからないメッセージがあったのです。茂さんはカメラを趣味にしていましたのでめぐみさんの写真を幼い頃から撮り続けていました。その際めぐみさんに右足を出して 少し斜めに肩を出すとかっここよよく写るよとこうアドバイスしていたんですね。幼いめぐみさんはお父さんに向かって笑顔を見せながら教わったポーズをとる大人になっためぐみさんの写真を突然渡されたしげるさんは写真の中の女性の立ち姿に「めぐみだ」とこの写真がめぐみさんであることを確信したのです。写真に写る彼女は 右足をを出出し、少しし少斜めに肩を出していたのです子どもの頃父のカメラに向けて撮った時と同じポーズを撮るめぐみさんの姿それは父親に向けためぐみさんなりのメッセージだったかもしれません報道ではその写真を本物なのか分析して専門家も調査したでしょうただ「あめぐみだ」とその言葉だけで十分な気がしましたそこに私は 父と娘の親子の絆を感じました。6月9日に妻の先江さんら家族が都内で記者会見を行いました。会見の様子はネットで生配信されたのですが、そこで横田めぐみさんの弟、哲也さんが日本のメディアの拉致問題に対する報道姿勢に苦言を呈しました。この部分はマスコミによってほぼ取り上げられていませんでしたが、 今日はこの部分カットされた箇所を読み上げたいと思います一番悪いのは北朝鮮ですが問題が解決しないことに対してジャーナリストやメディアの方の中には安倍総理は何をやっているんだというようなことをおっしゃる方もおられますここ2,3日北朝鮮問題は一丁目一番地だというのに何も動いていないじゃないかというような発言をメディアで目にしましたが安倍総理 安倍政権が問題なのではなく、40年以上何もしてこなかった政治家や北朝鮮が拉致なんてあるはずはないでしょうと言ってきたメディアがあったから、安倍総理、安倍政権がここまで苦しんでいるんです。安倍総理、安倍政権は動いてくださっています。やっていない方が政権批判をするのは卑怯です。拉致問題に協力して様々な覚悟で動いてきた方がおっしゃるならまだわかるが、ちょっと的を得ていない発言をするのはやめてほしいと思います。 国内に敵も味方もありません。日本対北朝鮮、加害者対被害者の構図しかありません。これからも協力をお願いしたいと思います。と、こう話していました。まさにその通り、まあ、耳の痛い話とはいえ、ここをあえて取り上げなかったマスコミに対して残念な気持ちになります。メディアでも活躍している北村弁護士もこれについて、 マスメディアメリカで人種差別問題に抗議しそれに日本の人々も賛同し声を上げる連日日本でもその様子がテレビやネットのニュースで報じられましたではなぜ人権問題であるしかも日本人が被害者である拉致問題には声が上がらないのか彼らはまだ帰ってこれないつまり現在進行形で起きている事件なんです 諦めたのですかそれとも北朝鮮というナイーブな領域だからですかそんな感情や政治的な要因に拉致被害者が翻弄され板挟みになってきたことを意識してほしいと思います40年以上も帰還できないまま拉致被害者がいるのもこのような無関心さが背景にあるように思うのです長い年月娘を待ち続けついには叶わなかった娘との再会どんなに無念だったか 苦しかったか悔しかったかここに横田茂さんのご冥福をお祈りします